男性をいつの間にか沼らせる女性にはこんな特徴があるんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また不定期ではありますが LINE アット公式 LINE でも様々な情報を配信しています。下の概要欄説明欄に、LINE アット公式 LINE へのリンクが貼ってありますのでそちらから合わせてご登録ください。いつの間にか男性が沼に落ちるようにハマってしまう、そんな女性にはいくつかの特徴がある。今日はその代表的なものを6つご紹介をしていこうと思います。彼が沼にはまるかどうかはね関係なく、あなたがあなたの自分軸をねどう作っていくか、他人に左右されないというかね、まあ彼が何を言ったかということに右往左往しないような心をどうやって作っていくかという話、そちらはこういうセミナーでご紹介させていただいています。下の概要欄説明欄にリンクが出ていますからそちらからねホームページに飛んでいただくとか、こちらにも、同様のリンク出ていると思います。こちらの方からね、ホームページ飛んでいただいて、日程場所などご確認いただいてご都合よければねこちらにお越しいただければいいんだが、まあ、ここでは、男性側の視点ということで、まあ、こういう女性にこういう接し方をされるとまあ確かに落ちていくよね、確かにこういう女性には沼ってしまうよね、そんなお話です。もちろんここでご紹介させていただくお話全てのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただければあなたの状況や環境そして心の状態をお伺いさせていただきながらより実践的なアドバイスをさせていただいたり問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくこともできます。下の概要欄説明欄にリンクが出ています。これもね、ホームページの方から飛んでいただくか、こちらにもリンクが出ていますからこちらからホームページに飛んでいただいて、ご希望の日時ご入力いただいてお申し込みください。近々の日程が少し混み合ってます。少しどころかかなり混み合っているので先の予定をね余裕を持ってお申し込みくださいませ。ということで今日は男性がいつの間にか沼ってしまう女性の特徴ということでね、こういう女性にはハマってしまうということで、6つご紹介していきたいと思います。そのうちの1つ目はこちらです。はい、いつの間にかね習慣に入り込んでくる女性ですよね。まあ確かにいつの間にかというか気づいた時にはそこにいる、気づいた時には生活の一部になっている、気づいた時にはあれこんなところにもおったというふうに、彼の生活の中にね入り込んでしまってしまう女性というのはまあ大概ねハマってしまうことがある。実はこれ女性に限らずなんですけど男性はねこのチャンネルでは一貫して申し上げています。習慣が大好きなんですよね。今日と同じ明日、明日と同じ明後日、今年と同じ来年、来年と同じ5年後10年後をね過ごしていきたいと思ってるんです。意識的にそう思ってるわけではなくて無意識にね、まあ、習性としてそういう傾向がある。もちろんみんながみんなそうじゃないですよ。日々またね、毎月とか、変化を好まれる方もいるが、ただ多くの場合変化を好まないんです。そしてその習慣の中に入ってくるものっていうのはもう習慣っていうのはイコール自分の世界なんでね、その自分の世界はやっぱり大事にしたいじゃないですか。この世界壊したくないんです。この世界の中にいるもの、あなただ、あじゃあ俺はもう大切にしなきゃいけないね、そんな風に気づいた時には好きになってしまうんですね。まああなたもご経験あるかもしれないし、あなたの身の回りにもねそういう方いるかもしれませんが、まあ、大概こうね男性とうまくいかれる方というか、まあ、気づいた時にはお付き合いしちゃってるよねというような方っていうのは、まあ大体この男の人の習慣の中にねポーンと入ってる。それは会社に行ったら必ずね隣の席に座っているとか、まあなんかサークル的な何かでね、月に1回は必ず会うとか、まあ、何かしらの形でねこう頻繁にこう連絡を取る、まあ、そうこうしているうちに彼の方から口説かれて、彼の方からなんとなくねこう好きって言われて気づいた時には付き合っていたみたいな、ね、そして完全にもう習慣の一部として成り立っている以上その延長でねお付き合いをしているからもう彼は話せないんですよね。だってあなたがいなくなったら習慣壊れるから、習慣壊すとすごく困るっていうお話はね、こういうお話、先日差し上げたと思います。こちらに画像が出ていて、まあ、そういう人に執着しちゃうって話ね、が出ていて、こちらにリンクが出てるんでね、まあ、この話ちょっと思い出していただきたいんですが、まあ、習慣と一体化してしまうと彼はもう自動的にねこう沼ってしまうということなので、だから彼の習慣を壊してねこう私と一緒になってほしい、あなたの習慣を変えて私に合わせてってやると、まあ、男性はどちらかというとこう逃げがちになってしまうので、もちろんね、まあ男の側とすればある程度こう習慣を変えていかなければいけない、自分の世界をね、変化を加えて彼女をものにしていくような、まあそういうアプローチをしていかなければ男の側としてはねいけないんだが、ただまあ女性側からするとね、
その変化をあなたはしなくてもいいよ、私はあなたの中に入っていくからねっていうことで、気づいた時にはそこにいるような関係になってしまうと、まあ、意外に男の人はもう沼ってしまうというかね、もう手放せなくなってしまうという、そんなお話です。そして2番目こちらです。はい、絶対的な安心感なんですよね。安心感とは何かというと、期待をしたことが裏切られないというような安心感なんですよね。この人と関わっていることによって不安や心配を抱かなくてもいいという、そんな感覚。それは男性であれ女性であれね、そういう人に気持ちがね、どん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 入っていってしまうことあると思うんです。もちろんね、できることできないことあるから、彼に期待されたところでね、無理なものは無理って言うんだけど、ただその無理に関してもね、こういう理由で無理なんよっていうことをちゃんと説明してあげて、彼をその都度納得させることができるかどうか。何かにつけてね、あ、それは私ダメだ、それに関しては私ノーっていうことを言うような人っていうのは、それは男女の関係じゃないにしてもね、こう何かを言うときに不安や心配があるじゃないですか。彼女に好きって言ったら断られるんじゃないかなとかね、彼をご飯に誘ったらノーって言われるんじゃないかなっていう不安や心配って絶対ありますよね。それは夫婦であろうがね、すでにもう関係が深まっている恋人関係であろうとも、お相手に対する不安や心配って人は必ず消えないんですよ。なぜならば他人の心は支配できないからね。だからこそ、その不安や心配が一切ないんだっていうことが分かると、男の人ってその人にはまるんですね。なぜならば、男の人はプライドが高くて傷つきやすいからなんです。女性が思う以上に男性はね、ノーって言われたり自分が否定されることに対して恐れを感じているんです。その恐れや不安がね、一切ありません。そんなことがね、ある、そんな関係が作れる、そんな人に対して男の人は絶対離れていかないんです。もちろんあんまり安心させすぎてしまうというかね、それがこう単なるこう惰性というか、彼のわがまま全てを許容することになってしまうと、単にね、都合のいい女っていうことになってしまうから、ある意味そこはね、ちょっとバランスの問題として、何でしょう、何でもかんでもね、彼の言いなりになるという話ではないんですけどね。だからさっきも申し上げたように、無理なものは無理ということをちゃんと説明をして、ノーとはっきり言いながらもちゃんと受け入れられるところは受け入れる。だからまあこんな話か、都合のいい女になってしまう人はね、大概ノーと言えないというかね、ノーと言わないというお話、こういう話の中でご紹介差し上げました。こちらに画像があって、こちらにリンク先もあるので、まあ、ここはちょっとバランスがね、微妙なところではあるんだが、基本的にはただ、私はあなたの行為に対してそれを一切裏切ることはないですよ、私はあなたから離れていいことは絶対ないんですよということをはっきりと伝えていきながらも、でも舐めたことしたらあかんよ、これに関してはノーなものはノーですよということをしっかりと伝えられる、そんな関係を築かれると、まあ、男の人はね、やっぱりさっきみたいにそこにストレスや不安が基本的にはないんで、まあその子から離れていくことはないよねと、まあ、完全にね、関係出来上がっちゃったからね、まあ手のひらひっくり返してね、まあ無理とかね、ダメ出ししたりとか、まあ、それはそれでいいとは思いますが、入り口の部分ではそういう人に対して男の人はいつの間にか沼ってしまうという、そんなお話でした。さあ、そして3番目こちらです。はい、この話はね、何度か差し上げていると思います。彼に代償を支払わせる女の人は、大体ね、男の人に沼らせるんですね。この場合の代償というのは、あなたからの愛を受け取るために彼が相応の努力をしているか、相応の何かしらの支払いをしているか、あなたと付き合う、あなたに愛される、そのために彼は何をこれまでね、差し出してきたのか、差し出させることがあなたはできたのかということが、彼を沼らせるかどうかというところでね、結構大きなポイントなんです。あなたの身の前でもね、またあなた自身もそうかもしれませんが、大体こう男がハマっていってこう抜け出せないケースってね、やっぱりお付き合いする前の段階で結構いろいろ男の人貢いでるんですよね。まあ貢いでるっていうのは別に金品に関連する問題じゃなくて、それは、ある意味こう労働というところかもしれないし、ある意味精神的な負担ということかもしれない。あなたがね、こっち振り向くまで一生懸命こう時間をかけて口説いて口説いて口説いてね、まあそういう、あ、でもなかなか思い通りにいかないな、でも頑張ろうっていうような気持ちを持たせたかとか、まああとはまあ本当にね、金品じゃないけど何度も何度もご飯誘ったりとか、まあ何回かね、まあ、会ってデートも重ねてギリギリのところでお預け食らったりとかね、まあそういうことがありましたと。散々負担してるから、負担した分必ず取り返したいんですよね。取り返すまでは彼はあなたから離れていかないんです。だから散々ね、俺はお前に尽くしたじゃんかよ、だから俺はお前から離れられないんだ、なんていうね、話はね、これはもうよくある話で、あまり入り口がね、すぐにこうお付き合いをしてしまうというか、すぐにこう彼が、そんなに大きな負担もなくあなたからの愛を手に入れることができたりすると、まあ
もう投資回収したからいいやっていうふうに、まあ、気持ち冷めることはないんでしょうけどね、まあ、態度がコロッと急変したりすることがあるので、だからある意味こうお付き合いする前の段階というか、まあ、お付き合いした最初の段階で彼にいろんな負担をさせてあげる、まあ、男の人も女の人もそうなんですが、人は基本的に特質の公平性を常に頭のどっかで考えるんですね。常に特質をゼロにしたいんです。できればプラス、マイナスで終わりたくないんです。損したくないんです。だから損になるようなことはしたくない、損切りがしたくない、できない。だからあなたにはまっていく。だから投資分を回収したいから、あなたにはまっていかないとね、もったいないなっていうふうに、いやそう思ってるわけじゃないですよ、頭の中でそう思ってるわけじゃないけど、実際の行動としてね、また心の動きとしては、まあね、愛情表現という形になるんでしょうけど、でも奥底にあるものってのはやっぱり損したくない、また損を、できるだけねこう回避して得に変えていきたいというような思いからあなたから離れていかなくなる。まあこれはだから女性の場合もそうなんですけどね、女性もね、あの人が好きであの人から離れられないなんて言ってますけど、あの人が好きなんじゃなくて、彼のために散々使った時間とか自分が注いだ愛情が損切りできないからね、離れられないなんて言ってるケースの方が実は多かったりするんで、まあここは男女ともにという、そんなお話です。さあそして、4番目こちらです。はい、考えて決めてくれる女性に男の人は沼ってしまうんです。このチャンネルではねこの話何度か差し上げていると思います。まあ、1番目のところではね、男の人は習慣が好きだっていう話を差し上げたんだが、同時にね男の人は群れが好きなんです。群れに必要なのは何かって言ったらリーダーなんですね。で男の人は基本的には、ね、そうじゃない人もいますよ、リーダー気質の人もいるんだが、基本的には従属者でありたいんですね。群れの一員でいたいんです。だから決められたことをやりたいんですね。自分で決めるというよりは誰かが決めてくれて、組織の中のルール、約束ごと、慣例、前例、そういうものを守っていきたいんですよね。だから言われたことはね結構きっちりやるんですね。みんながみんなそうじゃないですよ、そうじゃない人もいるけど、ただ多くの場合習性として言われたことをやりたいんです。自分で何かをやれというよりは。だからこそやれと言ってくれる女の人がいたりすると、あ、はいっていうふうに普通に言うんです。だから、ご飯ね、食べに行くっていうふうに聞くんじゃなくて、ご飯食べ行くよって言うと、あ、はいっていうふうに言うんです。私たち付き合うよって言うと、あ、はい、結婚するよ、あ、はいっていうふうに、まあ、男の人はね言うんです。まあもちろん状況によりますからね、みんながみんなそうかって言ったらそうじゃないけど、ただ多くの場合決められたことに対して男の人は従順だから、決めてくれる人が好きなんですね。だから最初はね、あなたに対して上から目線でさ、俺についてこいみたいなことを言う人いますけど、実際に付き合い始めたらね、大概こう女の人の後ろにくっついて、引っ張られていくのが好きっていう男の人が割と好きで、でまたそういう人に男の人は沼ってしまうというか、やっぱり楽だから、もうその組織の中に入ってしまって、それが今度はさっきみたいにね習慣化していくので、もう離れられないんですね。だって自分のこと決めてくれるんだもん、楽だし、楽というか、まあその自分の習性がねそのまま生かされる関係性だから、だからどちらかというと、もちろんね、女の人も男の人に引っ張っててもらいたい場面もあると思うんで、そういう場面でねポイントポイントで引っ張っててもらうのはいいんだが、基本的にはこう女性が引っ張ってあげる。で、私はあなたを引っ張ってあげられるんよ、何かにつけて彼のリードに任せるのではなくて、あ、私は割とね自分から決められるタイプだし、あ、私こういうふうに考えてこういうふうにするから、あんたこっち来なさいよっていうふうに言うと、あ、はいっていうふうに普通に言うし、気づいた時にはねそれ繰り返しているうちに、完全に彼はあなたから離れていかないというか、もう完全にあなたのもの、まあ、ある意味こう当然意識でね、彼と接してあげると、彼はもうあなたから離れられない、もうね本当に沼にズブズブと落ちていくように、楽だしすごく心地いいんでね、まあ、さっきも言ったようにそこに絶対的な安心感があったりとかね、それが完全に習慣の一部になってしまうと、もう離れる理由がないですよね。もうあとは落ちていくところまで落ちていくというか、まあ別に落ちるっていうかね、下に、落ちていくわけじゃないんだが、あなたの手の中にね、落ちていくという、そんなお話でした。さあそして5番目です。はい、頼ってくれる女性には男の人は沼るという話ですね。まあ、これもねこのチャンネルの中では繰り返しの話になるかもしれませんが、男の人は今言ったようにね群れが好きなんです。群れの中で自分の居場所をどうやって発見するかというと、自分を頼ってくれる人がいるかどうかなんですね。自分に役割を与えてくれる人がいるかどうかなんです。まあ一応ねグループには入ってるけど、はい君は役割ないよっていうふうに言われたら、ちょっと居場所なくて座り悪いし気分悪いじゃないですか。そんなところにいたいかって言ったらね、いくらそこで給料もらってたって、いやちょっと苦しいっていうふうに、まあ、なってしまいますよね。まあ、他に居場所があればいいんでしょうけど、他に居場所がない、ここしか居場所がない、だけどここで役割与えられないって言ったら、もうね苦しくてしょうがない、だったらもうちょっと他がね
新しいとこつくわって話になってしまうから、あなたの方からいや彼にね、私のこういうことで力になってよね、あなたはこういうことやってよね、こういうことやってくれるから私助かるわ、あなたがこういうことしてくれると私たちの関係ってもっと良くなるよね、さっきのねある意味こう決めつけではあるんだが、彼に対して彼の力を発揮できるような、まあ頼り方というかね、まあ私ちょっとこういうことで力足りないんだけどあなたが力を貸してくれると私すごく助かるんよ、あそうか、この関係の中で俺はすごく必要とされている人間なんだ、俺はこの関係大事にしなきゃいけないな、他で俺をそんなに頼りにしてくれる人いないぞ、やっぱり大事だ、大切だ、手放せないということで、まあ、あなたの手元にね、手の中にどん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 落ちていくことになる。だからここもある意味ね、こうやってくれるかどうかではなくて、これをやってくださいね、これをあなたやるんよ、そしてそれによってあなたのためにもなるし私のためにもなるし二人の幸せになるからね、というそういうお話ですよね。まあ結果的に、まあ、男の人はね、なんかこうお願いをすると、嫌われてしまうんじゃないかなとかね、何かこう言うとこうずうずうしいというふうに思われちゃうんじゃないかなっていうふうにこう真面目な女性ほど思ったりすることあるんだけど、そこはねあえて頼った方が、まあ男の人をねはめる上では有効で、まあこれもね大概こう男を手玉に取る女っていうのは世の中にはいましてね、そういう女の人っていうのは大概頼り上手というかね、もう何でもかんでも教えをね、こうというか、まあいろんな聞きに行ったりとかね力を借りに行ったりする人、男の人にね、まあ、そういう人って大概モテちゃうんですよね。だからもちろんこれはね依存という意味ではなくて、あなたがやるべきことをやった上でプラスアルファ彼に力を発揮してもらったは絶対にいいよねという意味で頼るだから、何でもかんでもね、彼に乗っかって、まあ私自分で考えるの嫌だし、自分で何もしないけどあんたやってねみたいな話になっちゃうと、これは依存という話だから、まあ、そうではなくて、あなたの方から、彼の力を発揮させるという意味での頼ると彼はあなたにはまっていくという、そういうお話でした。さあそして、最後6番目です。はい、まあ、これはちょっとあざといやつですね。周囲を巻き込める女の人というのは大概ね、沼らせることができるというか、まあ繰り返し申し上げるように男の人ってねやっぱり習慣、群れが大好き、それはつまり世間体大好きなんですよね。世間の目を気にするんです。自分のねお友達とか周りの環境、周りの人との関係性ってね、男の人って女の人が思ってる以上に大事にしているんです。だからこそ彼を落とすのではなくてその周囲を落としていく。なんとなくね空気感で、要は君たちもう付き合ってるよねなんて言われたりするとね、まあご本人はいやそうじゃないんだけどなとか思いながら、いいじゃん、じゃあ付き合っちゃえ付き合っちゃえなんて言われるから、あじゃあはい付き合いますみたいなね、まあそんな風になってしまったりとかね、あなたが強引に、まあ、ある程度決めつけでね彼のご両親に会いに行ったりとか、自分のご両親を彼に紹介をしたりしてね、そんな雰囲気作ってしまう。まあそうするとね、もう周囲を巻き込まれてるから、もうじゃあそうだよね、まあそういう風になってるってことはじゃあうんまあじゃあ付き合った方がいいんか、じゃあまあ結婚した方がいいんかみたいなね、まあ話になったりとかね、まあまたお友達、彼のねこう信頼できる仲間お友達から、いやなんとかちゃんってすっごい可愛いし、ああいうこと付き合えばいいのに、あの子すっごくいいよ、俺もおすすめするよなんて言われたら、あそうっすか、いやじゃあまあそうしますわみたいなね、ことでコロッと言っちゃったりとかね、そしてもう周りの目がある中で周りの空気の中でそういう関係が出来上がってしまうから、もうね、そこから抜け出せないというか、まあ、どちらかというとね、あなたが好きというよりは周りの空気を守るためだけにあなたとの関係を維持し出す、そしてそれがね、さっきも言ったように習慣になっていったりとか、それが日常になっていくと今度はそれをね大切にしたいと思うようになっていくから、まあ、結果的にあなたのことを本当に好きで愛して、そして沼るようになる、そんなことをまあしていただくといいのかなと思います。まあだから今ね、言ったように多少ちょっとあざとさが過ぎる感じもするんでね、あんまりやると嫌われるから、まあお気をつけになった方がいいんだけど、まあポイントポイントでね、あなたのこうお仲間とか先輩とかね、まあお友達とかで、まあそういうところでこう協力をしてくれたりするような人がいるならば、まあちょっとこう周囲の力を借り、周囲を巻き込む、そんなことをしてみていただくといいし、大概ね、まあ男をいい具合にはめる女の人っていうのはご本人をね、落とすっていうのも一つありなんだが、周りから攻めていくっていうのもね、まあ、方法としては、まあ、やってる人も少なくないよねというそんなお話で、こういうお話もね前に差し上げました。だからそれもねちょっとこう度を超えた話になるかもしれませんが、
彼をね尽くしまくらせるみたいなね、お話の中でもこういうお話ね、差し上げたと思います。こちらに画像があってこちらに行く先もあるので、まあ、この話ちょっと思い出していただきながら、彼だけではなくターゲットをね彼だけということではなくてその周囲にまで少し広げてみると、彼を沼らせるというまあ方法としてはありじゃないでしょうかというそんなお話でした。ということで、全6項目ご紹介をさせていただいています。まあ全部が全部ねそのまんま使えるかってそんなことはないと思うんですけど、まあ男の人の心理っていうのが、まあ、大体こういう動きをするよねということをちょっとこう押さえといていただくとね、まあ、ポイントポイントで使えるところはあるのかなと思います。もちろんねまあテレンテクラでねあれこれやったところで最後の最後はさお相手があなたを好きになるかっていうのはお相手次第だったりもするし、まあ結ばれるかどうかっていうのはご縁次第だったりするから、まあ最後の最後は分かんないんだけど、まあこういうところもねちょっとこう頭の片隅に入れといていただくと、まあ、普段のねこう関わりの中にプラスアルファ、こういうまあ要素を加えていただいて、まあ、彼との関係を今よりもね良くしていくというか、まあ、彼の気持ちを少しこっちに向けるような、まあ、アイデアの一つとして考えていただくといいのではないでしょうか。現場からは以上です。